グラゴルミサは、レオシュやナーチェクの合唱曲で、教会スラブ語の典礼文に曲付けされた、読唱者と合唱、還元学のための作品である。だが、下記のように宗教的な意図のためではなく、民族主義の発揚や検証が目論まれた特殊な作品であり、性格的にも厳粛というより劇的で、情熱的である。1927年12月5日に、 ブルノで初演が行われた。グラゴルという言葉は、スラブ人が使った最古の文字である。グラゴル文字を指しており、方針例で使われていた聖句を指しているのではない。ヤナーチェクは反スラブ主義の強力な支持者であり、このミサ曲は、スラブ文化のための宝祝音楽であるとみなされてきた。この作品は一方で、ヤナーチェクにとって、 史上の愛人であったカミラストスロバーへの愛情に結びついていることは驚くには当たらない。ヤナーチェクは合唱に携わった経験が豊富で合唱曲の作曲も多いがグラゴルミサはその中でも最も優れた作品である。金管主体の華々しいファンファーレによる初楽章、修楽賞に美しい響きと軽快なリズムの特徴、合唱部が挟まれた構造になっており、 中学章のイントラーダの前には劇的なオルガンソロによる独創性あふれる無休動が導入される。ヤナーチェクのグラゴルミサは20世紀の傑作の一つであり、現在でも頻繁に演奏や録音が行われている。次の八つの学章からなる。入祭文、ユーバード・キリエ・ゴスパド・イ・パ・ミル・イ・グローリア、スラーバ・クレド・ベルジュ・サンクトゥス・スベット・アニュス・デー・アグネス、ボジジ・オルガン独創、 バラカニーソロイントラーダイントラーダ以上が演奏用の標準版であると今日では認められているものの実質部研究からはヤナーチェクがイントラーダ楽章を冒頭にも置いて演奏しそれによってクレド楽章を軸としてシンメトリーが出来上がるように目論んでいたことが浮かび上がってきたしかもその他の部分では白や還元落法の簡素化が図られたことも明らかにされている 例えば、原点版のユーバードの寄付状の表紙は以下となっている。5、8拍子7、8拍子3、4拍子上記3、群が同時進行する形で終始書かれており、同じ小説にある音符の長さの合計が違うにも、かかわらず、小説単位では同じ速さなので、1小節イコール1拍として数えないと画想をすることができないが、これは標準版では3。 4拍子に統一され、4分音符でリズムを取ることが可能になっている。ゴスパドイーパミリュイは、原点版では5、4拍子で書かれている。その他、イントラーダにおいてはトランペットに通常見られるより、高い音域での音符が見られる。ベルジュでは追加の小説があるなどの違いがある。実質から起こされた原点版スコアは、ユニバーサルエディションより、 上34,298として2012年に出版されている。ありがとうございます。